はい、皆様こんにちは、 YMCK の中村です。今回はですね、先日超有料アクションゲームが2つも、しかもほぼ同時期に発売されましたので、そちらをざっくりご紹介したいと思います。それではどうぞ。まずはですね、こちら、キャッスルバニアドミナスコレクション、これあれですよね、任天堂ダイレクトが終わった後のなんか、X のポストを知ったんですけど、いやちょっと衝撃的でしたね。待っていたものが本当に来たということ で、こちら、内容の方はこの名前の表す通り、悪魔城ドラキュラシリーズが、パックになったセットなんですけど、こちら収録されているタイトルが悪魔城ドラキュラ、蒼月の十字架、それからギャラリーオブラビリンス、そして奪われた刻印プラス、アーケード版の悪魔城ドラキュラと、そちらのアーケード版を現代アレンジした悪魔城ドラキュラリビジテッドという、この5本立てなんですよね。でこちらでまず注目なのが上3つの DS タイトルなんですけど、こちらがね、めちゃくちゃ評判がいいんですよ。いろいろなレビューサイト見てもどこでも評価されている、非常にクオリティの高い作品ということなんですけど、ものすごい高騰化していて、普通に2万超えとかしてるんですよ、どれも。で加えてやっぱ DS タイトルということで、あれなんですよね、大画面でプレイできないっていうジレンマもあって、なんかそのやりたいんだけど手が出しづらい、あるいは高すぎて買えないっていう、こう非常にこうモヤモヤするタイトル群だったんですよね。で僕もこの DS シリーズはすごくやりたかったんですけど、当時 DS を持っていなかったっていうのと、やっぱりちょっと個人的には大画面でやりたいなっていうのがあったんで、二の足を踏んでいたんですよね。そしたらあれよあれよという間にすごい高価格化してしまって、気づいたら手が出せない価格になっていたっていうのがこの現状なんですね。でその幻というか、欲しくても買えなかったその DS タイトルが3つセットになって、なんと2750円っていうね、破格の値段ですよ。いやーこれはもう買うしかないでしょう。本当に嬉しかった。でこの DS タイトルだけで正直めちゃくちゃ買いだと思ったんですけど、本作の一番の目玉っていうのが個人的にはこっちだったんですよ。それが悪魔城ドラキュラアーケード版を、リメイクした悪魔城ドラキュラリビジテッド、これは本当に驚いたな。アーケード版の悪魔城ドラキュラってグラフィックは綺麗だし、音楽はもう最高だしっていうことで、ビジュアルというか AV クオリティとしては最高峰の悪魔城ドラキュラだと思うんですよ。ただとにかくゲームシステムの癖がすごくて、具体的には操作性がかなりピーキーなんですよね。で加えて時計という超チートアイテムがあるせいで、ゲームデザインもかなりぶっ壊れちゃってるんですよね。だからそのビジュアルとかサウンドは最高なんだけど、お世辞にも優れたゲームとは言い難いなっていうのがアーケード版の悪魔城ドラキュラだったと思うんですよ。ただその硬直性は硬直性で面白いんで、また別の楽しみっていうのはあったりするし、ちょっと癖になるところはあるんで一概に悪いとは言えないんですけど、ただやっぱり友達に勧められるかというとちょっとはばかれるゲームだったと思うんですよね。でそのアーケード版悪魔城ドラキュラの欠点をごっそり改造して近代的にめちゃくちゃパワーアップさせたのが今回のこのリビジテッドなんですよね。これ言いにくいな、リビジテッドって。まずパッと見てわかるのがグラフィックがさらに向上している。もともとのグラフィック、アーケード版のグラフィックもすごい綺麗だったんですけど、さらになんかもうわけわかんないレベルの強烈なこうドットになってるんですよね。でサウンドもパワーアップしていて、こちらももともとのサウンドも最高だったんですけど、こちらも近代的に、でもその原曲の良さっていうのは失われていない、本当に優れたアレンジで僕らのハートをがっしり掴んでくれました。ちなみにこちらのアレンジをされているのがチビテクさんなんですよね。チビテクさんというとね、僕らの記憶に新しいのはアウトランの新作をね、新譜を作ってセガファンを歓喜させたもう天才なんですけど、そのスーパーコンポーザーのチビテクさんが、担当されたということで、これはもう間違いがあるわけはないんですよね。いや今回も本当に素晴らしい職人ぶりでした。でさっき話したそのアーケード版の最大のウィークポイントであったそのゲーム内容の部分にめちゃくちゃメスが入れられているんですよね。まず操作性が全然違う。
アーケード版って特にそのノックバックがやったらやらしいことになっていて、もう敵パターンを覚えていないとすぐ奈落ですよっていう、かなりピーキーなものだったんですけど、今回それがすごく操作しやすくアレンジされている。ただめちゃくちゃ軽快に動けるアクションというわけじゃなくて、初代ドラキュラとかが持っていたいい意味での硬直性というのはしっかり残しているんですよ。この辺が本当に分かっているなっていう感じでしたね。でそれからステージギミックっていうか、もうステージ構成が丸々変わってます。パッと見はあのこのステージは、まあ、アーケード版のあのステージのリメイクなんだろうなっていう、こう原型はもちろん残ってるんですけど、内容はほぼほぼ別物になってます。もちろんボスの攻略パターンとかも全然違うし、ボス自身の見た目とかも含めるとゴリッとリメイクされています。であの超チートアイテムだった時計は廃止されて、基本的にはプレイヤーが己の技と限られたアイテムだけでクリアしてくださいという至極真っ当なアクションゲームのゲームデザインとなっているんですね。だから逆の考え方をすると、ひょっとしたら難易度はアーケード版よりも上がってるかもしれないんですよ。アーケード版ってやり方知らないと即死レベルのすごい高難易度なゲームなんですけど、そのやり方というか、まあ、その時計を含めたパターン構築がしっかりできていると急に難易度が下がるゲームだったんですよね。まあだからそれが通用しない今回のリビジテッドっていうのは、ひょっとしたら難易度は上がってるかもしれないんですけど、確実に正当に進化した悪魔城ドラキュラだと思っています。本当にね、このリビジテッド面白くて、僕もですね初日に本当に徹夜してやっちゃうぐらい面白かったんで、ちょっとでも悪魔城ドラキュラ、特に初期のファミコン版とか、それからスーファミとか PC エンジン版を遊んだような方たちは、本当にぜひ皆さんプレイしていただきたいなと思うタイトルです。しかもですね、これあの全体なんですけど、ギャラリーモードとか、あとそれから、ミュージックプレイヤーとか、その他各種のオプションがめちゃくちゃ充実していて、特にほらドラキュラってこうビジュアルとかサウンドが神じゃない。それがこのドミナスコレクションを買うことで一気にこの5タイトルをゴリッと入手できるっていうのは、もうこれはなんていうのかな、消費者側の大勝利だと思います。はい、まあというわけで、このドラキュラファンにはもう必見すぎる、ドミナスコレクション、僕もね12分に楽しんでますので、まだ知らんという方はぜひ、チェックしてみてください。お次はこちら、闇の仕事人影。はい、こちらはですね1990年にファミコンでリリースされた忍者アクションなんですけど、こちらはですね、夏目あたりの天狗プロジェクトという、16ビットテイストアレンジのプロジェクトが、リメイクしてリリースしたのがこちらなんですね。でこの天狗プロジェクトってもうすでにいろんなタイトルがリリースされていて、今回の影が、第4弾になるんですね。最初にリリースされたのがワイルドガンズリローテッド、そして次にリリースされたのがザ・ニンジャ・ウォーディアーズ・ワンス・アゲイン、そして記憶にも新しい第3弾としてリリースされたのが、危機開会クロマントの謎ですね。でですね、中村センターでも危機開会から、なんとなくねその流れを追っていたんですけど、とにかくですねこのシリーズクオリティが半端ないんですよ。グラフィックの書き込みとか、それからキャラクターのアニメーションとか、それからサウンドとか、すべてが本当に高クオリティで形成されてますので、今回の影もさぞ素晴らしい作品になってるんだろうなっていう期待値がすごかったんですけど、まさに、仕事人でしたね。今回も本当に素晴らしい作品に仕上がっておりました。で内容の方は、まあ、ちょっと冒頭で説明した通り、ファミコンでリリースされた忍者アクションだったんですけど、もしそのファミコンの忍者アクションであった影がアーケード版が存在していたらどんなだったんだろうかっていうコンセプトで作られたのが今回の、リメイク版の闇の仕事の影らしいです。なので、天狗プロジェクトおなじみの16ビットテイストがこのね、ドットグラフィックなんですけど、まあ今回も本当に書き込みが頭おかしいレベルで作られてるんですよね。なんかグラフィックの感じも、夏目テイストというか、なんか天狗テイストみたいなこうジャンルがもうできつつあるんじゃないかなっていう感じがするぐらい、美しく鮮やかなこのドットグラフィックが本当に、たまりませんね。なんかグラフィックのテイストとしては、まあ夏目さんがやっぱりねスーファミに注力されていたからかもしれないんですけど、全体的にそのスーパーファミコン的なこうニュアンスを僕は
すごく感じるんですけど、より高解像度になっていて、さらにこのアニメーションがぬるぬると動く様が、当時の懐かしいという気持ちと同時にすごく新鮮な、ね、あの体感を味わわせてくれるということで、本当によくできたゲームだなというふうに思いますね。でゲームデザインの方は忍者アクションよろしく、壁を登ったりとか、それからぶら下がったりとか、軽快なアクションが売りのゲームなんですけど、特に独創的なところとしては、武器ですね。この忍者2人、ハヤテとカエデっていうね、2人の忍者がいるんですけど、50種類もの武器を、使うことができるんですね。でその50種類の武器のうち7つをストックして、こうリアルタイムにガンガン変えていくことができるんですけど、この切り替えというか武器の使いこなし、武器回しというんですかね、この辺のアクションがとても面白いんですよ。あとこれすごく大事なことなんですけど、2人いるプレイヤーのうち女性キャラクター、いわゆるくのいちの忍びである楓ちゃん、めちゃくちゃ可愛いんですよね。なんかグラフィックというか、このイメージイラストのテイストが、それこそ80年代後半とか90年代の少年漫画的な雰囲気があって、なんか童心というか当時の少年心のいろんなドキドキをくすぐられるんですよ。わかるかなこの気持ち。あとこの太も、まあ、そんな感じでこちらの闇の仕事人影、歴代の天狗プロジェクトゲームの例に漏れず非常にクオリティの高いゲームなんですけど、同時に非常に難しいです。はい、そうなんですよ。この夏目あたり天狗プロジェクトのゲームってあれなんですよね、グラフィックのテイストとか結構コミカルで可愛いところもあるんですけど、難易度は決して緩くなくて、結構本気で挑まないとクリアはなかなか難しいんじゃないかなと思います。かくいう僕もまだ3面までしか行っていなくて、後半のなんか色々っていうのはまだ探れていないんですけど、それくらい難しいです。まあ、ステージギミックとか、あの基本的に難しいっていうのもあるんですけど、操作性もちょっと独特で癖があるんですよ。まあ、そこら辺に慣れないと最初のお口は結構死にまくると思うんですけど、でもここのポイントではこの武器は有効だなとか、あと操作感覚は独特なんですけど、操作性そのものが悪いわけではないので、遊べば遊ぶほどちゃんと身につく、スキルアップする楽しさはちゃんと秘めています。まあ、この点というかこの難しさっていうのはむしろ僕は評価するべきところじゃないかなと思いますので、まあ気軽に手を出すとあれ意外と難しいなっていう風になると思いますけど、頑張って続けていけば突破できるような絶妙な難易度だと思いますので、ぜひ皆さんにチャレンジしていただきたい作品ですね。まあ楓ちゃんが可愛いですし。以上、最近リリースされた有料アクション2本をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。本作に対する感想とか思い出とか、実際プレイしてみたよとか、もろもろございましたら、ぜひコメント欄の方にお寄せください。それでは今回の中村センターはここまでです。ご視聴ありがとうございました。